はいどうも、伊藤 D です。今回は、こちら左上にありますアプリアトランティスハンター、こちらをプレイしたいと思います。いつも自分はパズドラ実況をやっているのですが、このゲーム妙な作りをしています。スタートすごい手書き感、すごい手書き感ですこのね、この見にく通信中の上にいるドラゴンね、こいつがまたいい味出してる。あ、名前入力、伊藤 D。 はい、伊藤 D です。スタートはい、皆さんついてきてますか？皆さんついてきてますか？ペットですよペットを選んでください。ロヤ、オドラ、メイ類。さあさあ、ロヤにします。さあエフェクトもいいぞ、エフェクトも入ってる、確定。そしてこのブサイクドラゴン、おっと新米おっと新米、ファンタジーの世界へようこそ、旅立ちましょう。すごいですね、もう考える隙を与えないっていうもう旅立ちましょうっていうね。はい、ね、もうこの感じはどっかで見たことあるよね。練習場入り口はいはい、冒険家どうすっかな。じゃあこの一番下のこんばんはさん、こんばんはさんにしよう。選択もうどっかでやったことあるもん、もうこのゲーム腹立つ画面をクリック、ん？ん？何してもいいの？え？なんか分かんない、ごっちゃごちゃ出てきた。え？ゲームのルールは簡単だ。同じ色3つ以上揃えば消える。同じ色のペットは敵に攻撃する。あ、ん？え？はい、あれ？動かせない、スライドさせ、あ、こうか。はい、紅色を消したね。属性を紹介するぜ。ちょっと待って、この説明キャラなんかちょっと変じゃねえか情緒不安定じゃねえかこいつ。水は火に強い、火は、あ、ここは一緒だね、あれと一緒だね。光や闇に強い、青色を消すと紅色、あ、うん、はい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 腹立つわ5つを揃えば、全体攻撃を発動。はい、一緒ですね。え、あ、こいつね。その敵のなんか消え方ももうなんか雑。手動で攻撃目標を設定することができる。はい、これも一緒このエフェクトも全部あれ同じだね。これコンボ決めてやろうハハハハハハ、安っちい、もう安っちいわ。時間内自由にドロップできる、うん、はい、コンボが出るとダメージが増えるはいおお、かっこいいドラゴンが出てきたよかっこいいドラゴンが出てきた。敵の攻撃と回数を注意してください。生命力はゼロになるとゲームオーバー。うん、そりゃそうだ、そりゃそうだわ。はい、最後必殺技を教え、ちょっと待ってちょっと待って、最後必殺技を教えてるぜちょ教えてるぜ、今俺教わってたかなアホだな。ペットが光ると必殺技発動できる、はい、スキルってやつですね。火の術 1.25 倍。うわー雑、今のなんか全然勝った気しないんだけど敵が多いとき5つ同時揃えと敵全体で攻撃する。さっき揃えてた。はいはい、こういうゲームですよ皆さん
ちょっと待って、卵もめっちゃでかかったし卵から出てくるモンスターが逆にちっちゃいっていう、もう謎はい、ペット獲得と友達申請しとくかな、とりあえず。いや皆さん、もう見ての通り分かりますよね、あれですよ、中国版みたいなね、どっかの海外の人が作ったんでしょうね、これ。はい、やっちまいましたね。雑。魔法石はゲーム内追加です。魔法石を使って金の玉を叩いてくださいレアペットをもらえる。なんか卑猥だなーっていうよりかは、なんかもう突っ込むのがめんどくさいわここまで雑だと突っ込むのがめんどくさい。確定。はい、ここの金の玉、金の玉を叩く。ちょっと待って、なんか嫌だわ、なんか言ってんのなんか言うのも嫌だわ、恥ずかしいっていうか。金の玉を叩くと必ず星3つ以上のペットをもらえる。1回叩くには魔法石5つが必要。叩きますか。まあ叩きます。はい、これを何叩くの。え、通信中。はい、ああ叩いた。はい、ペットを獲得しました。ペット獲得した、チームに入れてください。え、ちょっと待てよ、今ちょっと待てよ、俺は見逃さなかったぞ今。え、ちょっと待って ちょっと待って今さ、今金の卵を叩いて、金の玉を叩いたら必ず星3つ以上のモンスターが手に入るって言ってませんでした？あれちょっと目かすんでるかな。何これ、正直者しか見えないやつふざけんなよマジで。雑にも雑もほどほどにしろやうわ、ありえない、泉戦士だってどっかの基地外ビクトリーみたいな、もう世界だけど。選択、よっしゃよっしゃ、5色のペットを揃えた。これでどんな色を消しても攻撃できるね。確定。何何、進めなくなった。ペットを強化するのは唯一の道だ。草生やしやがったこいつちょっと待って、ま、こういう、この作者何、本当にやばいんじゃない。え、ああこいつを選択して、追加で確定強化成功。チュートリアここまでだ、頑張ってください。いや、もういいかなもう今ので、なんかもうなんか5、6パート分突っ込んだ気がする、もういや笑った、これは面白い。え、何あの下の対戦って何、競技場。はい、競技場。レベル30以上になると競技場に。てかさ、こんなゲームレベル30になるまでやるか普通誰か。いや、とんでもない。イベントとかやってんの。コイン地下城ショップ、魔法石ショップ。いいや、やめた、なんかもうぼったくられそうだからやめた。はい、もうこの程度でやめます。もうすごいゲームですよかった、これを皆さんになんか伝えれてよかった。はい、まあこういうのもね、中には、数多くのアプリの中にはこういうのもあると。はい、あ、なんか下にナイキ星4つのペットを当たりました。もう誰の情報かわかんないですけどはい、もうね、はい、こんなゲームです。まあね、あのパズドラ好きな人は一回やってみたら面白いと思います。もしかしたらパズドラにはない面白い要素があるかもしれません。はい、まあ最悪ツッコミどころ満載だと思うのでね、ツッコミてって思ってる人はぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。はい、以上、
なんて名前だったっけ、これもアトランティスハンターか、アトランティスハンターでした。じゃあねー。